外れみたいだから終わったら、だから元々1時半にしようと思ってたんで、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですよ。結構でも少なかったです。あ、少ねえなと思いながら、これはね、でもね、埼玉に住んでる昼間の友達の旦那が撮ったんだけど、ビールなのI'm going to go to the hospital.
しいぞ。これでもいいです。なんかビールさんグレーパーカーサービスで求人募集してたんで、R 社はやるか、 R 社はちょっとあのあれですね、社長があんまり信用ならない、まあ、確かにそれ言いますよね、給与の未払いあたりがある可能性があるんで、確かにブラインドばっかり人間的には好きなんですか、あ、給料もしかしたらこの時計でいいとかって言って現物支給の可能性は、GoTo5 のキャンペーンがなくても皆さん来てましたと。あ、すごいですね。
じゃあゴロに言っておきます。あ、店長のおかげだということを。おまけがあのステッカーみたいな感じ。
と待ってくださいね。すいません。自分ペアズちゃんの誕生日に来てなかったので、今日もどんな感じかなと思ったんですが、やっぱね、3月から2月からイベントができなくなっちゃって、まさかまたこの光景が見れると思わなくてちょっと嬉しいです。しかもね、見たとかじゃなくて自分でごめんなさい。少々お待ちください。いや、もうこのステージも懐かしいですね。もうそっか、2015年の11月19日かな、ここに移転してきたのはもう5年経つんですよ。あれ違うか、2014年、あれ誰、去年の3月が5周年だったんで、あれいいのか。2015年の3月13日にあっちの今の英雄ショップサーティワンさんの前か、23日も僕のわずか6ヶ月ちょいでこっち移転してきて、いやもう本当大変でした。本当大変でした。もう思い出話、本当に何が一番大変でした。やっぱりあの4泊5日とかでオープンの時全然帰れなくて、で、あのまあ中央広場っていうか東の広場で最初フライングオープンやった時か、あの時はですね、実はもう深夜3時まで設営してホテル帰って4時半までパソコン打って6時に起きて次に来て朝8時から10時までとかいうのが3日間ぐらい続いて、もうほんとやめようかなって言って、ほんと辛くて、あの頃は。そして何年ですか、その後からずっと。もう5年、もうそうですね、あれから5年ですね、はい。いや、ほんとお疲れ様でした。いろんな人とやらせていただいて、ただ最初の頃から来ていただいた方は覚えてるかもしれない、眼鏡かけたちょっと背の高い方とかいたんですけども、あの人もあの仕事中に靴が壊れるくらい歩き回って、ちょっと靴壊れたら靴買ってきますっていうぐらい、ちょっと本当最初は大変でした。それもうそんな中で、まあ、皆さん来ていただいたおかげなので本当にありがとうございます。歴史ありで、その、ね、歴史を最初から、ね、こう見てきた数字からね、お疲れ様でした。いやいや、ありがとうございます。いろいろあります。あのどうしようかな、じゃこれロップからということで、はい、一応お渡しさせていただきます、はい、ありがとうございます。すいません、ロップさんありがとうございます。ちょっとね、またピアモンとか、結局ピアモン踊れずじまいだったんで、実はめちゃくちゃやりたかったです。ありがとうございます。ツイッター預かりますね、はい、そして、プッシャーからも色紙をいただいております。読ませていただきます。ディアオーガ、これが最初で最後のあなたへのお手紙です。ラッシャーアバよ、愛してる。ブシャレットブシャーガーデンいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ちょっとあの色紙が間に合わず、あのプリンターで出したやつがタイミングが合わなくて、読ませていただきますね。船頃から小川店長へ、かっこパイレオ作文風に読んでください。お優しい頑張り屋さんの天才的な仕事量でも文句も言わずに、かっこ言ってたかも、ちょっとした相談も全力で乗ってくれて嬉しかったな、ぴよ。続く、小賀店、船蘭の店長お疲れ様でした、ナッピー。いつもイベントの時にたくさん巻き込んでごめん、ナッピー。小賀店のおかげで毎回楽しくイベントができた、ナッピー。また巻き込み型のイベントをやるので、よかったら小賀店も来て、ナッピー。またすぐ会えると思ってる、ナッピー。ありがとうございました、バイゴロー。いただきました。ゴロさん、ありがとうございます。ゴロさん、ありがとうございます。そんな感じで、ね、ああいう作画風に書いてくれてるんですけど、お優しいから始まったので、一瞬いきなり最初に怪しい感じがしました。でも頑張って書いてくれました。じゃあこれも、はい、小川店長、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いて、ふにゃしーからいただいております。小川店様、ふにゃしーランドご卒業おめでおめめとにゃしー。アイドル的な感じなんですね。きっとふにゃたちも、
まあ、船たちもわからん大変なこともあったと思うけど、今まで頑張ってくれてありがとうございましたにゃし、いつでも戻ってきてにゃしな、また会えると勝手に思っているので、その時はまたよろしくにゃし、じゃあねさよにゃらの代わりに書いてます。裏に書いて PS ポカテンって呼び始めたの船だから覚えててにゃしな、これじゃあ元気でねということです。メガホンの音がありますね。はい、はい、ありがとうございます。そして盟友ペヤングちゃんからもいただいております。なんか立派な船頃がこのプリンターだったんですどうしよう、これは皆さんにお見せした方がいいですかね。ディアオガ店長、お手紙ですね。小川店長様、ボンジョール、ボンジュール。このお手紙が読まれているということは、きっと素敵にレジ打ちができたということでしょう。これは小川さんがね、前ヌーちゃんに当てたお手紙のあれオマージュですね。ヌーが日本に来て2年、ここフナッシーランドでたくさんたくさんいろいろと教えてくれたのは小川店長でした。慣れない生活の中、美味しい食べ物、働き方、電車の乗り方、そしてかけがえのないライオンズ、時に甘く、そして甘く、時に甘く身の回りのことを教えてくれて本当にありがとう、メルシー。未だに船ランから小川店長がいなくなってしまうという実感が湧きません。ヌーはこれで終わりだなんてこれっぽっちも持っていないから、これからもたくさんおせっかいになります。座談会ゲーム配信これからもやっていこうね、本当にありがとう。 PS また酔っ払って歌ってね、出会ってで、イラストが出します。見えてるかな、配信のかな、すごい。あとで適当にもあげましょうか、せっかくなんで、ね、こっちの表紙もすごい可愛い。ありがとうございます。店長、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。あともう一なしいますよ昨日受け取ってきましたよ、私が。これは何だと思います。まさかのあれですか、なんか一回あげよっかって言われたまさかのあれですか、なんでしょうね、これちょっと開けてみましょうか、はい、もう星座とかっていう感じありますよ。これはフナッシーランド名誉店長フナッシーからの古賀店長へのプレゼントということで預かってまいりました。模造刀です。で、あの大北掃除が持っていたと言われている菊一文字、菊一文字の模造刀覚えててくれたんだ。で、手拭いがついてます、はい、立てましたね。これであの刀を拭いてくれということで、はい、サイン入りの手拭い付きです。菊一文字、小川くんなし、サイン入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。一回あの開けてみますか、ちょっとサインの方を買っていただいて。いいよ、これ配信してる模造刀ですか、模造刀これはちょっと本当に嬉しいな。ちょっと先日、ちょっと店長と刀の話ちょっとさせていただいて、小川店長好きだったんですね。そうです、そうです、ふなっしーがこれは小川店喜ぶだろうということで、はい、はい、ありがとうございます、本当に飾りますか、飾りますちょっと船欄に飾ってるとあの怪しいお店だと一回では、いや本当、店長ありがとうございます、お世話になりました。
ては10分経ちましたので、はい、プレゼントは以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。最後になりますが、小川店長から、はい、あの退任のメッセージをお願いします、はい、なんでしょう、まあ、結構最初の方にいろいろ言っちゃったんですけど、まあ、本当ここオープンして5年、でも今年で2015年の11月なんで、この正式なお店が来たのはちょっと丸5年ぐらいですかね。本当皆さんに足を運んでいただいて、おかげで今のこのフラッシュランドがありますと、本当に特に今日もね、このコロナ禍っていう中本当大変で、ね、な中でも来ていただいて、もう本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。いて結構船橋のイベント主催イベントは全部自分が抽選してたんで、結構外しちゃった人もいると思うんですけど、本当あいつふざけんなとか思ったことあると思うんですけど、多分皆さん一回当ててんじゃないかなとは思ってます。なので、まあ、これからもまあイベントまたいつね大きいイベントが次、白熱の次はまだ決まってないんで、それがねちょっとまた警戒レベル上がっちゃったりいつできるかわからないんですけれども、まあ、まずは皆さんが健康でいていただいて、その健康でいていただいてからのフラッシュのイベントだと思っているので、くれぐれもお体にお気をつけて、また足を運んでいただければと思います。本当ありがとうございます。以上です。では改めて岡店長にありがとうございます。拍手をお願いします。刀持って写真撮ってフォトセッションスクショタイム、スクショタイム、あのエリトの左右真ん中、はい、見てあげてください。おー、これは秋山翔吾です。あと誰やればいいですか。誰これは、あの西武の元3番わかるかな、清原和博。言わなきゃ分かんないってダメだな。ね、言わなくても分かるぐらいの、あと分かりやすいのって誰でしょう。どういうすみません、これはあの元近鉄のパフィーローズなんですけど、どうやりますちょっと、ね、今間違えた。カブレラとか言います。カブレラ、カブレラはカメラはもうこうです。ちょっと 肩までやることじゃないですね。でこれまた野球のあれがあったらちょっとやろうかな。あともっとあの磨いていきます。全然ダメだわ。お写真撮れましたかね。みんなで撮ります。最後そうですね、はい、あんまり密ね、だったらなってますけど、パノラマでじゃあ撮らせていただきますんで、あのツイッターにあげますんで、あの映ったらまずいよという方いらっしゃいましたら、カメラ、あ、これね、それはそのままで、あ、というか、でも皆さん来ちゃうとまずいので、またか、今、あれですね、僕だけが映ってるっていう、申し訳ないです、当然だったわけです。すいません。はい、じゃあ行きますよ。はい、小川店。はい、お願いします。もうどこに店長いるか分かんないちょっと見てて、ちょっと泣きそうだった。いや、本当ありがとうございました。皆さん、ね、このコロナ禍の中で集まったので、本当にありがとうございます。また会いましょうっていう感じですか。はい。はい、会いましょうっていう感じですか。それからは何て言うんだろう。小川前店長。小川前。
んでいきましょう、はい、また来てください。